清掃完了しました。レプリカです。やはりサンジさんは。ちょうどいいところに来てくれた。サンジの行方を追っているところすまないが、悟空たちアルファチームが現在フリーザと交戦中だ。君にも救援へ向かってほしい。完了しました。おわ、いいとこに来てくれたな。フリーザ、覚悟しろ。さすがの私も、三人相手は骨が折れますね。だったら、こういうのはどうでしょう。指揮官であるカイン、お近づきになりましてね。驚かされましたよ、あの本の力には。本？カインの持つ黒い本のことか。察しがよろしいようで。あの人の持つ黒い本、オニキスブックとあなた方が懸命に集めたコズミックキューブのおかげで、忠実な手下を手に入れることができました。フリーザ、おめえカインに協力して何企んでんだ。あの人が何をしようとしているかは知りません。私は彼の力を利用しているだけですからね。この星の生命体を根絶やしにするため。ソン、これ以上奴のざれ言に耳を貸すな。ああ、そうだな。行くぞ。さあ皆さん、相手をしてやりなさい。所詮偽物はこの程度ですか。
本物のおめえにだって負けねえオーラたちが。偽物に負けるはずねえだろう。おざけ。行くぞフリーザー。今度こそおめえの負けだ。それはどうですかね。これからがお楽しみの始まりですよ。何のことだ。それはすぐにわかりますよ。待てフリーザ。せいぜい楽しみなさい。待つんだソン。フリーザの言葉が気にかかる。一旦ベースキャンプに戻り長官に報告だ。しょうがねえ。わかった。戻るぞ。どうなってるんだってばよ長官。世界各地で黒ひげとおぼしき者が暴れているとの報告が届いた。黒ひげのやつが。フリーザが言ってた。レプリカか。どうやらそのようだ。フリーザに続いて黒ひげもベノムズと手を組んだと考えている。偽物ならどうってことね。だが数が多すぎ、ここはみんなに手分けしてことに当たってもらう。よーし、片っ端から倒してやるってばよ。頼んだぞみんな。ちょっといいか。君にぜひお願いしたいことが。いつもと違って静かでいいわ。騒がしいJフォースの連中もいなくて気分がいいね、サンジ。アンジェラちゃん、やはりこういうことだったか。あら、みんな出撃したはずじゃなかった。ええ、みんな今頃レプリカと戦っている頃ですよ。僕を除いて。それでアンジェラ。アンジェラ。ああ、そうね。この子はそんな名だったわね。どういうことだ。姿は少し変えているけれど、この子は私のレプリカ。私の思うままに動く操り人形。つまり今の君はアンジェラではないということか。ええ、そうね。私の本当の名はガレン。カインと一緒にいる。自己紹介はこの辺でいいかしら。やることがある。手薄なベースキャンプを叩く。ターボを任せばどうということはない。ええ、そうね。それでも結果はご覧の通り。私の思い、花火はまだまだ続くわよ。他の J フォースたちが異変に気づいた頃にはもう帰る場所はない。さあ、そろそろあなたにも消えてもらおうかしら。
うわけにもいかないのさ。これは。待ってたぞ、サンジ。シンプルながら悪くない仕掛けだったよ。そうね。サンジ、前に出なさい。サンジ。畜生、サンジ、目覚まさせてやるぞ。楽しい時間もおしまい。なんだこりゃ。サンジさん。アンジェラちゃん。ああ、もう大丈夫だ。お前のおかげだ、ルフィ。それと、ありがとな。サンジ！バカやめろ！いてんだよ！背は駆けんって。おう、長官！サンジが正気に戻ったぞ！そのようだ。迷惑かけちまった。すまない。ちょうど、ベースキャンプの方の被害は。アンジェラの所持していた、オニクスロックらしき黒い服が爆発を起こし、研究施設がある。だが、それ以外の爆発は、みんなが食い止めた。サンジ、気にすんな。俺が一緒に謝ってやるからよ。すまない。どうしたの？彼にはガレナの行方を追ってから、彼ならきっとやってる。なあ、サンジ、久しぶりにうまいもん作ってくれよ。ああ、とびっきりせーの作っていいなら作ってやるよ。
俺を操りやがったクソ野郎どもに、お返しもしなくちゃ気が済まねえしな。やったどうなんだ。ベースキャンプ機能の完全停止にまでは至っていない。お前にしては珍しい。どうするつもりだ。彼女のことは少し待ってくれないか。お前は一般人が迷い込むというわけではない。ああ、僕は矢が見ない。あなたに話があってやってきた。俺を倒しに来たわけではなさそう。話を聞こう。今回彼女の作戦は惜しくも失敗した。あなたのせいだね。しかしアンブラスベースに少なからずのダメージを与えた。それに加えて大量のコズミックキューブを入手し、そのおかげでレプリカの大量生産が可能だ。そうだ。それで収穫はゼロではなかったということか。お前の言っていることは正しい。やがみないと、なぜお前が誰なのか。簡単なことさ。彼女はベノムズにとって必要な戦力。ベノムズがこのままいてくれることは僕にとって都合がいいんだ。面白い。ガリ、こいつに礼を言うことだ。ヤガミライト、ベノムズへ迎え入れ。感謝するよ。よく来てくれた。アンジェラ、いやガレナが持ち込んだオニキスブックらしく黒い本。研究施設が爆破された影響で一時的にベースキャンプのシステムがダウンした。現在全力で復旧作業を進め、状況は厳しいがみんなには引き続き尽力してほしい。ありがとう。早速だが新たな任務、フリーザー黒ひげに続きジャンプ世界から現れる敵たちがレプリカを引いて世界中で暴れている。指揮系統の分断、戦力の消耗も見られる現状だが、奴らに好き勝手させるわけにはいかない。君にもぜひ協力してもらいたい。期待しているぞ。 Hey Asta, training again, huh? Yep, since I don't have any magic, I gotta make sure to train hard each and every day. Oh yeah, I forgot you can't use magic. I don't need your pity. I want to become the Wizard King with or without magic.Hey, sorry, I wasn't pitying you, for real. You're just reminding me of a ninja friend of mine who can't use ninjutsu. A ninja who can't use ninjutsu? And when you were still able to become a ninja? He made up for it by training his body to the limits, and now he's a first-rate ninja who gets by with taijutsu alone. What's wrong? The story about your friend got me really fired up. Naruto, would you mind sparring with me? You got it.Great, let's do this. Bring it on. Yeah!
Thank you, Naruto. I really appreciate it. Not at all. Thanks for bringing back fond memories of my friend. Hearing you talk about him inspired me. I'm never going to give up, just like him. Besides, I have a rival I need to surpass. That's the spirit. I'd love to meet your friend someday. Thank you, too. We really hit it off. In fact, once this war over, I want to meet everybody's friends. You and I were lucky enough to meet each other like this. I bet there'll be a way to make that happen, too. Yeah, there's nothing you can do as long as you don't give up. Right on. Let's you and me both give it everything we got. Mr. Kakashi, what's up? Could I ask you to help with my training? This is Sutton. Why me? Remind me of my teacher, sir. Not that you look like him, it's hard to explain. It's more like the way you look at Naruto and Sasuke. And since I can't see my teacher right now. Now I see. Okay, you got it. I'm not going to go easy on you. You okay with that? Yes, sir. I don't know what your teacher was like, but I'm pretty strict. My teacher was also strict. Very strict, really, but also very kind. I see. Okay, then. Pretend I'm him and show me what you've got. Yes, Master Kakashi. That's enough for now. I can still keep going, sir. No, I don't want you picking up any weird habits. It's not like you're trying to become a ninja after all. I guess you're right. You got skill. I can see you had a good teacher. And you clearly took his teaching to heart. You're lucky to have met him, Dai. Yes, sir. Thank you, sir. Master Vaughn, if you can hear me, I want you to know. Your teachings still live on inside me. Ya!
確かにな。私と同行してほしい。アジアエリアに密かに。ベノムズに加担している可能性だ。好き放題されると厄介。君の活躍は調べさせた。その上で君は信頼に足る人物と話した。ジェフォースの戦力を限られた。君にも前線に出てもらう。さあ、よろしく。 完了しました。 いや、僕に何か用か。 密かに誰と会った。秘密。 やはりベノムズと手を組んだか。 それも秘密。 ただ、僕は楽しみたいだけなんだ。 お前の都合はどうでもいい。 正直。 話さなかった。八番かな。おう、楽しめるだろう。さあ、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 
私に何か言うのか。あなたに贈り物がある。気に入ってくれると嬉しい。悪いが、お前たちの仲間になるつもり。安心しろ。そんなくだらないものは求めてない。俺が求めている破壊だ。世界は作り変える必要がある。そのために一度破壊しなければ。お前の言っている世界とは、私がいるこの世界を含まれている。俺が興味があるのは悪魔の現実世界だ。そのためにこの世界から呼び寄せる必要がある。お前のように混沌をもたらす。私の力は知っているというわけだ。しか
Oops.待てよ、ルキア。ぐずぐずはしておられぬ。なんだ、貴様。召喚、戻りました。やはり、ヒソカもベノムズと接触していました。やはりそうだ。どうやら、あんたの考えは間違いないみたいだな。ベノムズは、現実世界に混乱を呼ぶ奴らを、ジャンプ世界から集めようとしている。そうと分かれば、急ぐぞ、イチゴ。 それからお前、何を儲けておる。さあ、行くぞ。アイゼンが香港に現れたっていう情報が入った。本物なのか、レプリカなのかは不明だが、どちらにせよ工事は行ってくれるか。頼むぞ。行くぞ、ルキアが待ってる。 どうやら焦ってくる必要もなかったみてえだな。ああ、そのようだ。お前は冷圧を感じられるのか。所詮偽物は偽物だ。騒ぎ立てる必要もない。俺たちが出てくるまでもなかったな。 あのアイゼンは感情に任せて剣など抜くものか。爆動の80日ダンク。 さあ、帰るか。 まさか、今の冷圧は。 イチゴ。 ああ、間違いない。 帰るぞ、戦いはこれからだ。 遭遇したアイゼン、レプリカ。 帰り際、強大な冷圧を感じた。あの冷圧は本物のアイゼンだ。
つまりアイゼンが自身のレプリカを使っていた可能性もあると。分かった。引き続き警戒は怠らぬように。厳しい戦いはまだこれからだ。ちょうどよかった。君に任せたいことがある。ガレナがレプリカを率いてサンフランシスコに現れたという報告が入った。あの女の目的は不明だが、このまま放っておけば壊滅的な被害が出る。ミドリアと共に向かってくれ。行きましょう。転送完了しました。あら、またあなた。随分と可愛いお友達を連れているわね。お前たちの目的は何なんだ。一体何のために世界中で暴れ回っている。それを知ってどうするの。まさか協力してくれるのかしら。するわけないだろ。可愛いわね。いいわ、教えてあげる。私はね、そう、この世界に飽きてしまった。感情や欲望を押し殺し、退屈な毎日を平和という言葉でごまかして生きている人間たちを見ている。つまらなすぎてもう耐えられない。それに力ある者が力なき者を守るなんて理解に苦しむ。なぜ我慢するの。力ある者が自らの欲望に従順に思う存分力を振る。それによって生まれる憎悪、絶望の連鎖、感情のぶつかり合い、それが最高にそそるでしょう。私はそんな世界を見ていない。だったら力のない人たちはどうするんだ。そんなの私の知ったことじゃない。強くなればいいんじゃない。彼にそれができない。おとなしく死ぬしかない。違う、そんなの間違ってる。力は誰かを助けるために、守るために使うものだ。だから人は強くなれるんだ。あら、何も守れなそうなあなた、ヒーローみたいなことを言うの。だったら証明してみせなさい。見せてやりましょう。見かけによらないのね。あなたを見ている。昔の彼を思い出す。どういうこと。カインは元は人間だったの。彼はあなたたちと同じ正義とかのために力を使う暑苦しくてつまらない男だった。だけど信じていたその正義が彼を裏切り、愛する妻と娘の命を奪った。彼が正しいと信じていた者が愛する者たちを死に追いやった。あの時の絶望って最高だったわ。彼はその時気づいたみたいね、正しい力の使い方を。だからそれを自分のために使うことにした。新しい世界を作るため、今の世界を壊すことにね。これで満足かしら。
そろそろこのレプリカも限界のようだから。あなたは最後にどちらを選ぶのかしら。今まで戦っていたのは本物のガレナじゃなかったのか。今の話、そうですね、帰りましょう。来たな。新たな任務だ。久しぶりだね。ガレナの捜索からライトが戻った。申し訳ないことに収穫はゼロだった。君が戦ったガレナもレプリカだったと聞いたよ。それとカインが元は人間だったという話も。その件はガレナが私たちを惑わすためについた嘘かもしれない。確かに人間があんな力を持つのは考えがたい。私の方で調査を進めるので真偽がはっきりするまでは新たな任務に注力してほしい。そうですね。では任務についてだ。これまでのベノムズの進行は現実世界を標的とすることが多かった。だがここに来てベノムズはジャンプ世界への進行拡大も進めようとしている。このままではジャンプ世界からさらなる敵が押し寄せてくる可能性が高い。それを阻止すべく悟空、ルフィ、ナルトたちがすでにジャンプ世界に向かった。君にも彼らの応援に向かってもらいたい。頼んだよ。転送完了しました。よよく来た。敵は手強い。気をつけろ。どうした諸君、こちらはいつ始めても構わない。セル、おめえベノムズの仲間になって何企んでんだ。誤解しないでほしい。私は彼らの仲間になったわけでは、一時的に手を組んだにすぎない。利用できるものは利用するだけだ。さあ始めるとしよう。いくら、いっちょやっぞ。なかなかやるじゃないか。注目すべきは
孫悟空だけではないようだな。だが、この続きはまた今度にしよう。なんだセル、決着つけずに逃げんのか。孫、よせ。今はセルだけに構っている暇はない。ピッコロの言う通りだ。お前たちの敵はこの私だけでは。心ゆくまでこの混沌を楽しむ。私も大いに楽しむとし。お前は先にベースキャンプへ戻れ。まだ残ってるベノムズたちは、オラたちで何とかできる。おめえは他の奴らの応援に向かってくれ。転送完了しました。来たか。期待しているぜ。麦わらに革命軍の参謀総長、それにまたおめえか。勢ぞろいでお出迎えたご苦労なこった。でもよ、悪いが俺は新しい仲間のスカウトに忙しいんだ。そこどいてくれねえか。誰が毒か。そっちに急ぐなよ。じゃあぞ、ぶっ倒してやる。退散だ。待て黒ひげ。またな麦わら。くそ。お前は先にアンブラスベースに戻れ。俺たちは残って調査を続ける。どこも戦力不足らしいからな。お前が行けばみんな喜ぶだろう。頼んだぞ。
完了しました。やっと来たな。遅かったな。待ったぞ。今回の相手は手強い。けどこの3人ならなんとかなるってばよ。大月艦すげえチャクラ。チャクラとはわらは唯一のもの。我が物顔で乱用するにとどまらず、別の世界へ持ち出すまで我慢ならぬ。助かったわといったところだな。ああ、すべてのチャクラの元だってんだから強くって当たり前だってばよ。お前は先にベースキャンプに戻って他の奴らの救援に向かってくれ。どこも戦力不足。お前が行けばみんな助かるだろう。かぐやが引いたか。何？いつの間に。これ以上俺の邪魔をするのはやめろ。別に邪魔してるつもりはねえよ。ただお前がひでえことばっかすんのは黙って見てらんねえよ。ヒーローというやつか。虫巣が走る。ヒーローは世界を救う正義のため。俺はその世界を壊してやる。正義を否定し、力が支配する世界を作るため。支配？そうだ。それがこの世界のあるべき姿。力を見せろ。世界を作り変えてやるのさ。力だけで世界が作れるかよ。そんな簡単じゃねえ。それがどうして正義を信じたせいだ。この醜い世界を殺された者もいる。彼女たちだけが犠牲になっても他の者たちはぬくぬくと生きていくというか。何言ってんだ。新たな世界のため you
諦めたらどうだ。ここで止めねえとまた世界を壊しに行くんだろ。諦めねえよ。俺が諦めるのを諦めろ。やる気は十分だ。しかしだったらいい加減にしたら、後ろの足手まといをかばいながら本気を出せ。誰かを守りに行く。俺は仲間を守りてえだけだ。助けに来たぞ。ナット、遅くなってすまねえ。ルフィ、それに悟空のおっちゃん、ボロボロじゃねえか。あいつそんなに強いんか。まあ強いってもんじゃねえってばよ。三人集まればどうにかなるとでも思っているのか。どうだろうね。けどやってみねえとわかんねえぜ。着物は消えろ。大丈夫か。それがヒーローか。誰かを守るために戦う。だお前はどうだ。ただ守られているだけではないか。あいつの言うことなんて気にすんな。俺たちは仲間だ。仲間が助け合って何が悪いんだってばよ。都合のいいこと。お前は目障り。お前のような弱者がここにいるには大事。これで分かる。力なき弱者があがいたところだ。結果はこの通り。情けねえ顔すんな。そうだぞ、お前は弱くなんかねえ。思い出せ、これまでお前がベノムズ相手にどんだけ戦ってきたか。そうだってばよ。おめえはまだまだ強くなれぞ。逃がすんだ。しかしここは俺たちに任せろ。ガラ、そいつを頼んだ。分かった、行くぞ。お前のせいじゃない。お前はよくやった。あの三人なら大丈夫だ。カインの力は強大だった。自分を責めるな。オニキスブックによって悪意の種はまかれ、コズミックキューブには順調に悪意で満ちたエネルギーが蓄えられている。このまま行けば予定よりも早く現実世界とジャンプ世界の融合が果たされるわ。そしてついに最終段階の時を迎えるのね。その時こそ私たちキーマンが全ての世界を導く。残念ながら戦況は厳しい。各地に現れたベノムズたちによって多くの都市が壊滅的な被害を受けている。悟空、ナルト、ルフィという大きな戦力を欠く中、敵の戦力はますます拡大している。カインの目的は世界の破壊。そのためにコズミックキューブを集め、何かを計画していることは間違いない。このまま戦いが長引けば戦況は不利になる一方だ。
そこで一つの賭けに出る。敵の本拠地を見つけ出し一気に叩く。戦況を一変させるには思い切った決断も必要だ。敵の本拠地については僕の調査で既に目星はついている。確証が得られるまでの間、みんなには引き続きベノムズの撃退に当たってもらいたい。情けねえ顔すんな。そうだぞ、お前は弱くなんかねえ。思い出せ、これまでお前がベノムズ相手にどんだけ戦ってきたか。そうだってばよ。おめえはまだまだ強くなれそう。マスター、行きましょう。